はい、どうもセリカです。それではスサノオがラスト1体なので早速やっていこうと思います。っていうねっていうね風に行きたいんですが、もうね、いやそんな軽くないんですよ。そんな軽くなくてもうね、上手な人みたいにさらっと行きたいんですけど、ここまで来るのがめちゃくちゃ大変でしたよっていうことです。私レベルだとめちゃくちゃ大変で、で今日6月1日、これラストの日なので今日中に1体クリアしないとスキンチェンジまでいけないという追い込まれてる状態でございますっていうところから撮影をしております。はい、ということですんごいやばいんですけど、もうこのまま行ってやろうかと思います。このままクリアしたらめちゃくちゃかっこいいよねっていうことで、表ステージからの挑戦になります。さすがにね、ここの15回は何回もやってクリアしてるので割と喋れる余裕があるんですけど、隠しステージちょっと喋れない恐れあるの、多分クリア率まだまだ低くってあれなんで、とりあえずは9回クリアしたんで、あの最初にクリアした時よりはだいぶマシになってるはず。隠しステージもだいたいルートも決まってきてて、で表ステージも、まあ、ちょっと個人的なやり方でうまくはないんですけど、こんな感じでやってるかも実況しながらいきたいと思います。あのね、マジで大変で、ここまで来るのに9体来るのがもう死ぬほど大変でしたよっていうお話です。あの時間かかるんですよね。前も言ったと思うんですけど、1ステージこれクリアするのになんか 4,5 分かかるんですよで、なんかリトライ合わせるとめちゃくちゃ時間、余裕がある時しか挑戦できなくって、いろいろあったもんですからまとまった時間が取れなくて、1日1体2体ずつちょこちょこやって、あともうちょいあるわと思ってたんですけど、もう時間がなくて追い込まれてます。今日6月1日なんです。実はもう最終日の午前中で、危ないぞ。たまたま午前中ちょっとテレワークみたいな感じになれたので、パッと終わらせて今ラスト1体をもうこれは撮影しようと思ってやってるとこです。本当はね、ケイを1体目はあの動画になってるんですけど、ケイを2体目3体目とか撮ろうと思ったんですが、もうとんでもないあの莫大な死亡率とデータ量になってとんでもないことになりそうだったんで、あれちょっと危ないよ嘘だいや、かっこいいとこ見せようと思ったのに死んだ何の話してたったかな。本当はそうそう、2体目3体目とか全部撮影しようかなと思ったんですけども、あまりにも死ぬのと、あのもう何回もやってて喋ることもなくなってきたりですね、同じこと言ったりっていうことで、あんまりあの面白みもなくなんかすごい状態だったんで、もう撮影途中でやめまして、ラスト1体になった時に9体入ったところで撮影をしようと決めていたんですが、もうちょっとギリギリになっちゃって6月1日になっちゃったよっていう、やばい、もうほんと今日これクリアしないと、あのまた1からやるのがどうしても嫌でこうちょっと今若干こうやり慣れてる時にやっちゃいたい感じがあるんで、もうここまで来たらもうあと1体やって今期でスキンチェンジすると決めましたのでは、スイッチ入るのも遅かったんですけど、やります、やってやりますよ。隠しステージ、ただまあ表には出てない、非常に時間がかかってるっていうことは正直に言っときます。よし、来た、来ます、隠しステージ。いや言うて9回クリアしてますんで、のでいや下手は下手なんですが、このまま行きます。撮影このまま切らずに行こうと思いますって言って、まあクリアできる自信は、1回でクリアはちょっとさすがにきついかなと思うんですが、自分のちょっと追い込みもかけつつラスト1体狙っていこうと思います。うわ、まあね、ルートは大体決まったんで、鬼の避け場所とか決まったんで、今回もちょっと終わっちゃうんですけど、まあ、もしまだチャレンジしたいよっていう方の参考になれる日が来ればというのと、まあ自分の記録的に残していこうと思います。ここね、まず来るので避ける。で、ここ鬼来る。で、ルートは、危ない！こっちで行ってます。まず左下をやる。ここね、避けんのがさ、なんか、もちろん攻撃一定じゃないので、この下にね、自分の下に、なんか落ちてきたりっていうこともあるんで、やばいんです。あ、よし。ここちょっとまだ絞り高いんで。で、ここね、戻るでしょ。で、ここで一回鬼避けします。私の場合。で、これふわふわ飛んでくるのを一回避けて、行く。行きます。こっち行く。ほんで、危ないぞ。で、ここのね、氷開けとく。うわ危ない。なんかスムーズじゃないぞ。で、こっち行く。鬼の周りのちょっと沿って。で、ここでボム開けの、来てるよ。ここで一回鬼避けをする。行ったでしょ？鬼行ったら、こっち行って、来てる来てる来てる。で、ここボム開けて、で、ここでもね、行かずに一回鬼が上から来るんで、待つ。よし。で、こうちょっとふわふわの光に気をつけて、
あ、いや、多いぞ、多いぞ。なんで、なんで。待って待って、死にたくないよ。なんか実況してたらさ、ちょっとかっこつけたくなるんですよ。危ない。無様な姿を散々見せてきましたけど、ちょっとさ、クリアしたくなるよね。よし。わあ、なんだって。いや、一回でかっこよく行きたかったな。けども、あのね、死亡率が非常に高いというか、クリア率がまだまだ低いんで、9回やっても、すんごい死んだし、すんごいやったし、あの、表からやるのもしんどいし、ちょっとあの、やる気を貯めてから挑まないと、折れちゃいそうだったんで、結構その、モチベ的にね、しんどかったりもしたんですが、もう、いよいよもう日にち的に逃げられなくなっちゃったんで、やってます。勝手に追い込まれて。わう、よし。ルートもさっきと一緒です。もうそれでいけるかどうかでやってるんで、もう他に多分ね、やりやすいルートあると思うんですけども、これで固まっちゃったんで、これでいけるときに行ってます。避ける、鬼が行ったら行く、降りる。で、鬼が行って上から来るんで、ボンバー開けて、危ないよー。で、上から来るの一回待つ。行ったね。いい？よし。あれが少ない。攻撃が少ない。よし。で、これを上に上げるでしょ。いや、頼むよ、クリアしたいよ。日にちで言ったら、うわ、待って、これどうするどうするどうする、いや、同じとこで死んだわ。はずい。撮影してるとはずい。よし、鬼行ったでしょ。で、左も開けて、待って、よし、上から来るから、よし、これが行ったら上がるのですが、ここら辺気をつけて。いや、めっちゃいるな。めっちゃいるじゃん。いや、間に合いたい。ちょっとお昼までには終わらせたいな。ラスト1体なんとかクリアしてスキンチェンジまで行きたい。1週間以上やってるよ。なんかポチポチですけど、今日1体クリアしても力尽きて、明日2体頑張ろうとかもそんなレベルでやってまして、シーズン変わってあの動画とかもありましたし、よし。クリアしたい。危ないよ、危ないよ。うわー、追い込まれてるよ、これは。危ない、危ない、危ないって。で、戻る。で、ここで鬼が一回来るから待つ。うわ、出る。よし、よし、よし。あ、なんか挟まれそう。ちょっと待って、ちょっと待って、挟まれる。いけるか。危ない、ボム。危ない。なんかいつもよりドタバタしてる。もっとスムーズにいけてる時あるんですけど。うわ。で、ここが、割と、攻撃少ないルートではあると思うので、これからやる人の、あの初心者向けね、上手な人もたかたかいけちゃうと思うんですけど、初心者向けでこれからやる人の参考になれるようなルートであればいいなと思ってます。で、ここで上から来る、来た、危ない。ワード、ワード、待って待って待って、ワードが出た、ワードが恥ずかしい、ちょっと待って、消えた、ちょっと待って、よしよしよし。で、これ上に先やっちゃった方がよ、の避ける、ここで何回か死ぬんだよ。よし、待って待って、よし、いっちゃう、いっちゃう、めっちゃ力入る。よし、呼吸して、はあ、息止めちゃったりめっちゃ力グーなるんでリラックス。よしよし、ここ超えたら大きい、大きくないか、しんどいぞこれ、はあ、しよしよし。いや、ここまで来たらまあまあいけるような気がしてきた。そう、なんかいつもと違うの来てるよね、そんなのなかったじゃん、ちょっと待って、こんなここささっといけてたのにな。待って、そうするとなんかいろいろタイミングが狂って分かんなくなってきた。ちょっと待って、鬼どこ？うわー、待って、ここをね、待つ間が結構きつい。待って、来ないで、来ないで、待って待って待って、よし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 、いいぞいいぞ、いけるいけるいける、死にたくない、ここまで来たら。いや、ここで死んだことも何回もございます。なんなら洞窟入って死んだこともあります。来てないね。よし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 、気をつけて、慎重に。ないね、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 いないね、行くよ、行くよ、行くよ、よし、来た、来た、来ました。え、生きてる、生きてるよね、よし、取れた。めっちゃ時間かかったっていうか、もう取れたっていうよりも解放感の方がすごい。やっと終わった。うわー、きつかったマジできつかった。ステージが長いっていうのと、クリア率が低かったっていうのと、隠しなんで表やってからっていうのと、時間がまなかったっていうので、めちゃくちゃ追い込まれて、ラストのラストの日になんとかスキンチェンジいけました。
もうこれね、何があってもただの自己満というか自分との戦いなんで、お見せしてる時点でもうね、英語がすごいんですけど、なんとかいけましたっていうのだけちょっと記録として喋りましたんで、動画にしたいと思います。いや終わったよ。いや無理かと思った。本当に一回クリアを初見で動画でやってから、この9体ゲットまでがめちゃくちゃしんどかった。2体3体4体5体くらいがまだ慣れないしっていうので、めちゃくちゃやばかったんですが、まあ動画にも残せないぐらい、まあ悲惨な状態だったんで、ラスト1体だけなんとかいけたっていうのと、まあルートがあんな感じでいつもやってたので、もし誰かの何かのいつかの参考になればなという感じでございます。いや終わったよ、よかった。やっとお昼ご飯食べれますはい、ありがとうございます。お、かっこいい、イケメンですねポセイドンとこういうのすごいな。剣の振り回し方がすごい。はい、それではちょっと使っていこうと思います。おー、いいサイズですね。やばかった本当に。ちょっとね、私マッチングであんまり見たことがなかったので、ポセイドンじゃなくてスサノオ。おー、髪の毛すごいシャキンだね。おおおお、足なにこれ、このマリオスタイル、この足、この足いたっけ今まで。あれみんなどうなってる、この大きいスキンの足。こんなガバガバ歩く人いたっけ。え、今までどうだった、アマテラスどうだっけ。え、こんなパカパカ歩く人いる、面白いこれいや強そうだね、なんか野生感があって好きですよ。剣も大きいし、で後ろのシャワシャワが最近はちょっとあれですね、減ってるね。なんかちゃんと髪の毛が背後からも見える感じいつもモヤモヤ結構すごくて姿が見えないぐらいだったんですが、真ん中穴あきスタイルスサノオって私詳しくないけど、何の神なんだろうか。穴神光神。いやめちゃくちゃ剣がかっこいいのと、髪の毛とのがシャキーンスタイルでいいですね。なびいてるというか、もうシャキーンですね、かっこいい。いやもうしんどかった方が、解放感の方が大きいかな。でも面白い、これはね、ちょっとなんとか自分と戦ってゲットしたっていうので、たまに使おうかな、アマテラスト。っていうことなんで、私がまだ取れてないスキン、ありまして、アザゼル。アザゼルが、一匹も取ってないというか、まあ、あそこまで。あ、なんかどうした？なんか変だよ。髪の毛、あ、そうか、顎だけになっちゃったね。あ、だいぶ窮屈そうですね、これね。ロッカーがなんか一番面白いな。ドデカがロッカーに入るの一番面白い。っていうことで、なんとかゲット的な、もう喋ることなくない？すごいねっていう話で、なんとかゲットできましたっていうことで、多分もう試練終わっちゃうので、これどうやって動画にしようかなっていうとこではあるんですけど、なんかの動画にくっついてるかもしれないですが、一応クリアしたっていうとこだけね、多分なんかでお知らせになると思います。いやー面白い、かっこいいので、アザゼルと裏ステージタヌキやってないんですよね。なんか逃げてるわけじゃなくて、やる気がまだ出てきてないというか、アザゼルのとこまで行くのがちょっとやんなきゃなっていう。あ、チビコいる、チビコいる。いいね、絶対勝てるんだけどな、こんな剣も。どわー絶対勝てそうだけど、チビ鬼には。これさ、今ちょっとちょうど鬼滅見てたんで、首をカーってやったらいけそうなんだけどねやられました。倒れるとこんな感じ。あ、いいですね、ちょっと悲しい感じ倒れてる感じ。あ、ゴーキさんって最近なんか青にちょっと出してるんで、コラボの復活あるかなとちょっと企んではいます。はい、ふぶきさんおめでとうございます。はい、ということでスサノオスキンチェンジ達成の瞬間を一応収めてたという動画になりますが、一つ前の動画でも嘆いてはおります。なんと青の試練延長してますので、6月1日までだったのが6月9日まで伸びてますんで、はい、もっと早く言ってよって思っちゃいますけども、まあ、忙しくてできなかった方とか、ちょっと諦めてたよっていう方は、初心者向けというか、試練苦手系の方向け用のクリア風動画みたいな感じになってますので、もしなんか参考になって狙えるチャンスになればなと思ったりしてますので、まだ間に合いますということだけ言っときます。ということで、どうしようかな。今これ後撮りなんですけど、やってないです。グランプリレース。一回もやってない。本レースは。で、予選レースはね、4回ぐらいやって、あとは動画視聴でポチポチ、グランプリチケット貯めたので、これもやんなきゃですね、6月5までにはなんとか、ちょこっとだけでも報酬をゲットしようかなと思ったりしてます。
ということで、メタルシーズン来て6月9日から試練も終わった時に新しい物語シーズンというコラボが来るっぽいので、ガチャとかね、いろいろありますので、ぜひ青ゼリも食べながら一緒にまた遊びたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら変なショート動画とかも結構上げてますので、いろいろチェックしてみてください。それではまた、バイバーイ。